こんにちは、しおチャンネルです。今回は田植え機の植え付け部のから運転のやり方の説明です。メインダストシールを交換したので動作確認のためにから運転をしてみます。この機種はクボタの SPU-44B です。傾斜地では必ずタイヤに車止めをしてください。まず植え付け装置を上げておきます。植え付け装置は下がらないように油圧をロックしておきます。副減速レバーをニュートラルにします。主減速レバーを前進に入れます。植え付けレバーを植え付けにします。ブレーキペダルを離すと植え付け装置が動き出します。副減速がニュートラルになっているので前進はしません。ロックをしているので植え付け装置は下がりません。田植え準備で苗を乗せる前に苗の世代を端まで移動させる時にも使えます。メインダストシールは3年ごとの交換をおすすめします。